どうも、セリカスイミングのセリカです。本日の動画はこちら、ブレない泳ぎ方、進むクロールの視線テクニックと練習方法3選をご紹介していきます。あなたはクロールを泳いでいて軸のブレ感じたことありませんか？なんとなく体が左右に揺れているなとか、まっすぐ泳げてない感覚がある。私も選手時代の時はクロールの軸が結構ブレていて、軸のブレをなくしたらなんとタイムも3秒ぐらい縮まりました。ここで私が当時使っていた視線がブレないテクニック4つをご紹介していきます。動画の後半にはおすすめの練習方法3選もご紹介していきますので、ぜひ参考にやってみてください。セリカスイミングでは随時プライベートレッスンも受け付けておりますので、ご予約の際は概要欄からお願いいたします。それでは行きましょう。まずは本日のラインナップをご紹介していきます。1、前体重を維持する視線。2、軸をぶらさない視線テクニック。3、息継ぎの上級者の視線。4、長く泳ぎ続けるための視線。そして最後におすすめの練習方法3選をご紹介していきます。動画内で疑問点のある方はコメント欄に書いてください。必ずご返信いたします。1つ目、前体重を維持する視線についてご紹介していきます。1、真下を見る。2、顎を引く。3、水面から頭を出さないということで、まず1つ目やっていただきたいのが、前体重を維持するためにできるだけ真下を見ながら泳いでくださいということです。クロールを泳ぐ際の軸のブレっていうのは結構大きな抵抗になってしまいます。まあ、息継ぎを入れるともっとねブレっていうのはしやすくなってしまうんですけど、息継ぎをしてない時の常に維持してほしい前体重を叶える視線というのが真下を見るということですね。できるだけ自分の泳いでいる視線の真下、もうその床を見ながら泳ぐようにしてみてください。まあ、床が進んでしまうのでちょっと分かりにくいなっていう方は、顎を引く、これをぜひ実践してやってみてください。あとは必ずやっていただきたいのが、水面から頭を出さないということですね。これは頭を出してしまったら徐々に下半身が下がって抵抗になってしまうので気をつけてください。2つ目は軸をぶらさない視線テクニックについてご紹介していきます。1、ローリングにつられない。2、頭は固定させる。3、バランスが保たれるということで、2つ目が実際に軸をぶらさない視線テクニックなんですけど、これ結構実は難しいです。ほとんどの方っていうのはクロールのローリングに実は視線っていうのはついていってしまいます。ローリングっていうのはこの肩の傾きのことですね。腕を回すたんびに体が傾いていくんですけど、ほとんどの方はこの傾きに従って視線も一緒にずれてしまいます。そうするともう一緒に軸もぶれてしまうので、それを阻止するための方法は必ず視線はずっと真下を見る。この視線を守るだけでもすごく体幹に力が入って全然軸もぶれなくなりますので、頭をしっかりと固定させて視線を必ずぶらさないようにしてみてください。3つ目は息継ぎの上級者の視線についてご紹介していきます。1、下から横。2、前を見ないように。3、不安なら軽く上ということで、続いては息継ぎの時の視線ですね。どういう視線の配り方かというと、下から横ですね。基本的に息継ぎをしない時っていうのは下を見てるのが普通。そこから息継ぎをするのは横を見るだけで終わらせるようにしてみてください。結構多いのが、いつもは下を見てちゃんと泳げているんですけど、そこから息継ぎをするってなると一瞬前を見て横を向いてしまう。こういう方結構多いです。その一瞬の前を向いたこの瞬間でも下半身っていうのは下がりにくくなって軸がぶれてしまう原因になってしまうので、クロールを泳ぐ際は下と横、それ以外はどこも見ないっていう意識を持ってやってみてください。4つ目は長く泳ぎ続けるための視線についてご紹介していきます。1、前を見ない。2、肩や首が痛くなる。3、肩甲骨を回しやすくするためということで、4つ目はクロールをできるだけ長く泳いでいきたいという方にぜひやっていただきたい視線なんですけど、
これは先ほどからもうずっと言ってますが、前を見ないということですね。これはもちろん前体重を叶えるためにもやっていただきたい姿勢ではあるんですけど、それ以外にも理由がありまして、前を見た状態で腕を回すってなると結構肩とか首に負担が来る動きなんですね。陸上でもわかると思うんですけど、腕を思いっきり上に伸ばした状態で同じように視線も上に向ける、顔を上に向ける、その状態ってものすごく首とか肩が痛くなると思います。それをクロールでもずっとやり続けてるっていうことになりますので、やっぱり長く泳ぐにはちょっと負担が大きくなってしまいます。ということで、おすすめの練習方法3選をご紹介していきます。まず一つ目がローリングキックになります。こちらは泳いでいる最中にローリングに視線がつられないための練習になります。このように気をつけの状態でバタ足だけで前に進んでいきます。進み自体はすごく遅い練習にはなるんですけど、まずはいきなりクロールを泳ぐよりはこちらのローリングキックでしっかりと視線の練習をする、この手順を踏むとより実際のクロールでも活かしやすくなるので、ぜひクロールを泳ぐ前にやってみてください。結構いい体幹トレーニングにもなります。まあ一見どこもね、なんかのんびり泳いでるようには見えると思うんですけど、視線をずらさないっていうだけでも腹筋だったり背筋に結構力が入りますので、トレーニングとしてもぜひやってみてください。続いて2つ目ご紹介するのがチキンウィングになります。こちらは先ほどご紹介したローリングキックができるようになった方、次はちょっと腕を回しながら練習をしてみてください。このように肩にずっと手を置いたままチキンウィング、その名の通り鳥の羽のように腕を回して進んでいきます。先ほどと同じようにキックだけの推進力に頼っているので進み自体はものすごく遅いです。ですがこの視線の送り方、ローリングに釣られないようにする、あとは腕を結構大きく回す動作にはなりますので、頭をしっかりと中に入れる、視線を真下向いた状態で泳ぐ、チキンウィングをやっていて肩や首が痛くなる方っていうのはちょっと視線が前に送られている可能性があるので、下に向けるようにしてみてください。そして最後にご紹介するのが息継ぎなしのクロールになります。先ほどのチキンウィングができるようになった方は、今度は息継ぎなしでクロールをやってみてください。最終的には息継ぎありでクロール、しっかりと下と横だけを見て泳げるようにしていただきたいんですけど、まずは息継ぎを挟まないでちゃんと下を見続けて泳ぐことができるか、それをまずはしっかりと練習をしてみてください。慣れたら息継ぎを入れて前を見ないように泳いでみてください。ということで、本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。セリカスイミングでは随時パーソナルレッスンも受け付けておりますので、気になる方は概要欄からチェックをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。